ソラミコもここで結婚してた。そうなんだ。じゃあうちもね、ここで誰かと結婚するのかな、いつか。あ、ちょっとね、うちが誰と結婚するかについて皆さんね、激しく議論が行われておりますがね。ちょっと下がるか。おいしょ。うちはな、なんかホロライブのメンバーは、まあ、確かにスバールとか、まあ、吹雪とか仲いいし、まあ、オッケーファムズ結構みんなと仲良かったりするんだけど、結婚したいってなると難しいな。なんかね、うちね、意外と、よく、なんかご飯食べに行ったりとかするのって、おかゆとよくご飯食べに行ったりするの。まあ、おかゆは、フレアも よだれドバーしてるじゃん。おかゆは、いろんな人とご飯結構食べに行くから、でも、うちも結構頻度が高いとはいえ、ごみ処理場ね。いろんな人とご飯食べ行くから別にね、うちと一番頻度が高いわけではないと思うのね。という意味では、まあ一番おかゆと合ってるから、って思ったけど、おかゆはなんか人たらしだからさ、なんかいろんな人に、やっぱりこう、優しいし、別にさ、うちだけに優しい人がいいわけじゃないんだけどね。あの、お誕生日の新衣装のお話とかはね、うんうん、実はあのね、確かね、おかゆの新衣装が出たぐらいの頃から準備してたんですよ。そうなんですね。そう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 。そこのあたりからいろいろお話ししてて、はいはい、そうで、カチューシャつけたいなって思ってた矢先に、うん、そう、確かおかゆがカチューシャ出してて、うん、ああやっぱカチューシャいいみたいな感じで、そういや似合ってたね、で、おかゆに私もカチューシャなんだけどいいかなって言ったら、うん、おそろっちだねって言われたからね、うん、ほほみたいな、多分ね、おかゆ覚えてないと思うけどね、それをね、僕そんなこと言ったかなーって、そう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 、そうなんだ、言ったかな、僕だけど、これがね、ま、モテ以上のそうなのやり口だよ、これが猫まとおかゆやと思って、いやそうこうはなれないですね、そういや、なっとるがな、なんでお前もたらしやがな、いや、あれはね、ほんとおかゆ先輩は本当にたらしですね、私はなれません、なんか言うとるで、私は無理だ、なんか言うとるで、なんでや、おかしいや、ちょっと何でや、なんでや、直接的なことを言うのはね、多いね、ね、おかゆ先輩はなんか今度話そうねみたいなぐらいだけど、そう、まあ好きやでも、そうそう好きや、私でもおかゆ先輩にそんな、え、あ、ない、いやいや、よ、二代目やめろよ、二代目じゃないだろ、二代目だから、うん、たらしを受けて二人だけなんだから、エントリー助けてくれ、天音彼方連れてこい、天音彼方は今入院中だった、私は辞退するよ、彼方は入院中だ、入院中の彼方に突撃しに行くか、どうですか、たらしつってたらし先生がどうですか、マスカット持ってきましたつって、シャインマスカット、そう、シャインマスカットです、どうぞつって、そう、シャインマスカットでなんとか、シャインマスカットでなんとか退院したらなんとかっつって、こうやってね、表でこうやってわちゃわちゃおっしゃってる間にね、うん、あのおかゆ先輩が人でね、え、僕でよくないって食べたら、おっと、それでもう決定、あ、いけ、いや、僕でよくないで終わっちゃうから、そう、あ、決定決定決定だ、二代目継続どどんどどんどどん、二代目はもうおかゆ先輩のまま、そう、不動の、うん、不動ですね、いいそう、不動だよ、不動、いいそうなわけ、うん、初めて配信を見に来ました、ホロライブナンバーワンのたらしたらしと噂を風の噂で聞いてます、今後の活躍楽しみにしてますね、ありがとうホロライブナンバーワンのたらし、初耳だわ、初耳でもさ、僕みんなのこと好きだからしょうがないよね。ねえ、みんなのこと好きだからさ、それはね、しょうがないことなんですよ。だって好きなんだもん。ね。